モントリオール中央駅はカナダケベック州のモントリオールにあるビア鉄道近郊列車の中長距離列車のターミナル駅である。発着ホーム現在の駅舎は1943年に竣工。ホームは地下に21の線路と16のホームが設けられており、北側がモンドワイヤルトンネルに通じている。ビア鉄道によりカナダ国内各地と結ばれているほかアムトラックにより アメリカ・ニューヨークへの旅客列車も運行されている。その他、近郊列車の発着点でもあり4路線のターミナル駅となっている。年間利用客数は1100万人を超えるカナダ有数の鉄道駅である。また、モントリオール地下鉄の3つの駅とも地下で結ばれており、巨大なモントリオール地下街を形成している。1968年から1982年までの間は、 営業最高速度時速 193km を出す高速列車であった UAC ターボトレインも乗り入れていた。当駅にはカナディアンナショナル鉄道の本社が隣接している。2022年に開業する都市鉄道 REM のハブとなる予定である。ありがとうございます。